JCA 会員の皆様、こんにちは。筑波大学蹴球部で監督をしております小井戸と言います。この度は第6回ジャパンコーチアワードの、パネルディスカッションにお招きいただきありがとうございます。私は現在筑波大学というところで指導しております。サッカーの指導のみならず、指導者の育成、スポーツに関わる、支える、人間を育てる立場として、日々さまざまな取り組みをしています。そのようなお話を統一できればと思っております。統一会場にて、皆様と交流できることを楽しみにしております。よろしくお願いします。